いつか俺お話の続きしてやる。王子は必ず迎えに来るから。ほら、どうした？手貸せよ。迎えに来たんだ。よかった。僕、話したいことがたくさんあるんです。僕自身が芸術なんだ。そういうことなんだ。なんで俺の欲しかったもんがわかるんや。エスパーか。お気に、大事にするわ。バカ、聞いた風なこと言うんじゃねえよ。俺は俺が強けりゃいいんだよ。お待たせしました。日比谷渡る参上。そしてそれはこの先必ず君の力になる。自信を持っていい。バラは赤く、スミレは青く、そしてこれはバラ色の頬の君に。そう、電子メールです。お前は信じてんだもんな。よし、わかった。どうした、そんなにはしゃいで。こら、話を聞いて。やめなさい、熱などない。水臭いな。自分好きなやつおるんちゃうの？ま、それは冗談やけど、自分結構いい線いってんで。あとは相手にどう見せるかやな。自分慰めてほしいんか。俺都合のええ男で終わる気ないねんけど。俺たちの永遠をここから始めよう。ねえ、君は人魚なの？僕ならきっと見つけるよ。この海でまた会えるように。お前、今俺、なんか前にも腕章を見たまえ。僕は生徒会執行部風紀委員氷上至だ。俺が作った曲だから素敵なのは当たり前だろ。うん、そのはずだ。花で人を笑顔にする、花屋の基本だよな。よしよし、よくやった。賛成。結構気が合うかもな、僕たち。お、僕は、うん、君かわいいね。
やっぱり自分でもそう思う？なに？ねえ先輩、いいでしょう。お前の声は気持ちいい、不思議と。目で語ってみました。伝わった？ん？よよ、こら、ちょっと待って。見つけるって約束したから。この花はね、妖精の鍵だよ。心に思い描く人のところにきっと連れてってくれるんだ。はい、指輪ができました。あげる。なあ、あの教会、ガキの頃3人で時々忍び込んだの覚えてるか？かかってこい、全力で。さあ、ね、にゃら。滝の裏なんか見て何が楽しいんだよ。普段見れないものを見るのがいいんだろう。考え事してた。三人揃うと退屈しないな。これくらい平気です。任せてください。そうだ、これから封筒に入れて編集者に渡せば完了だ。そうだ、お前のすべてを幅学にぶつけてみろ。ここにはその価値がある。俺は平健太、よろしく。まさか、嫌なわけないよ。いいよ、もちろん、しよう。見つけたんだ、俺が帰るところ。コナミ